このバルビンと東京のサイズ、こういったところがどのようなマッチアップでリバウンドというのも注目していくが、田中大輝が押し込んだ。うまいですね、バルビンが見ながらね、まあ、2試合とも一桁差で、この時は東京が勝利しました。そしてバランスキーが中へ切り込んで、あー、ここはバックシュート、うまく2人の相手をかわして決めていきました、ザック・バランスキー。ことがありえますからね、外からのスリーポイントが打ちやすくなるというアルバルク東京、ね、そしてここも速攻、小島がボールを運ぶ、ファールをもらいながらバスケットカウント。リプレイご覧いただきましょう。まずはこのマサイズのディフェンスも冴えました。そこからの速攻、ファールをもらいながら、下げていく。先ほどスリーポイントを決めた大阪部、サイズのスクリーン、そして左のコーナー、早い位置、アンド、あー、決めてきた。群馬がやりたいことを東京がやってるんでね、今ね。すでに第2クォーター4分を切りまして、41対10、ここはロングスリーポイント、優勝の浮世絵に見たものですからね、最後はね、大舞台も経験します、はい、あ、そしてここはバランスキーからサイズ、しました、ね、エナジーコンビ、さあそして外の、あ、決めてきた、小島元気、サイズが抑えます、8個目のリバウンド、そして再びサイズ、あ、ダッシュトー、ヒロさん、これなんですよね、リバウンド取ってから走ってる、一つを使っていきました、まあ、やはり群馬としてはここで一旦取っておくべきでしょうか。まあ25点差、一番最初取って10点台に、53対25、そしてスリーポイント、あ、テイラー沈めてきた、あ、ジョーダン・テイラーもこういったところもしっかり決めていく、東京の強さ、群馬もそこに追いついていきたい、あ、チェンバースか、うん、ここは決めていきました。この点差を詰めていきたい第3クォーターです。バルビンがボールを持つ、アレックス・カーク対ワンワン、あ、ここは見事なフックシュート、はい、今のはいいですね、すごくね、第3クォーター1分経ったところでタイムアウト1つを使いました群馬、おー、来ましたね、キーナンのスリーポイント、今日初めてのスリーポイント、ジャスティン・キーナン、身長2メートル17センチ、テイラーがワンワン仕掛ける、テイラーウェイ、わあ、ここはゴールに押し込んでいきました、ジョーダン・テイラー、野本対吉井でした、失礼しました。さあそして中、大阪部、わあ、ここは一人でファールももらってますね、バスケットカウント、インサイドもがっちり固めていきます東京。さあ吉井から中のカーク、ここは強引にバスケットカウント。まあ、群馬としては明日のゲーム2に向けて課題も明確になったと思います、まあ、その点をどうこの残り時間で修正していくかというのも重要になってきますが、タイムアップ、試合終了、そしてこの瞬間勝利しましたアルバルク東京。